ガチャ、サメさん英単語の授業がやってまいりました。本日647回目の今日の表現は Transferable。 サメさん、意味はどうでしょう？移動できるという意味でよろしかったかと思います。さあ、問題はなぜこの Transferable が移動できるという意味につながっていくのか。それにとはスペルですね。サーメさん、トランスフェアボールをよくご覧になっていただきますと、ある別の単語が隠れてません。このあたりですよね。トランスポテーション、このトランスが隠れてません。で、トランスポテーションと言われたら、輸送とか輸送機関でよろしかったかと思います。ですので、まあ電車とか車のイメージでよろしいかと思いますが、電車や車はこうなんですね。電車と車で移動ができますよね。ですので、そういうイメージを持っていただきますと、transferable、移動できるというところにつなげるのは難しくないかと思います。ですので、transferable と transportation、二つ合わせて押さえてください。ということで、参考になさっていただきます。幸いです。